も、尼崎市民のコテゾウです。そしてチビゾウです。というわけで、今回は、メルカリの面白い商品第2弾の動画をお届けするよ。じゃ早速。おっと、黒い USB× メルカリってまさか。やっぱり例の尼崎のデータ入った USB じゃねえか。もちろんこいつは偽物で、本物はすでに発見済みだけどな。冒頭で謎の自己紹介してたのは USB 見せたかったからかよな。ぶっちゃけ。尼崎市民たるもの、このネタはこすっておかねばの精神である。それにしては事件から割と時間経ってるけどな。ではでは本題に戻って、メルカリの面白商品を見ていきましょう。そういえば今回尼崎じゃなくてメルカリの動画でしたね。じゃまずは。アディダス。ナイロンジャケット、青紫。なるはどうでもいいからアディダスのジャケット見せろよ。彼はかつて、この女に恋をして、そして叶わなかったのかもしれない。マジでどうでもいいのでジャケットの写真見せてください。じゃ続きまして。商品の説明。辞めるときも、健やかなるときも、18年間使い続けました。何度枕に顔を埋めて泣いたことか。両の指では数えきれませんね。そんな思い出の詰まったマイメロちゃんです。売るのも不本意、心苦しいです。しかし、お金が足りません。僕は死にません。どうか、優しい方に、届きますように。多少のお値上げならします。ハッシュタグ、きったねえ枕。18年間を共に過ごした思い出の枕じゃねえのかよ。そんな、お値下げではなくお値上げなら可能な、18年連れ添ったマイメロちゃんが、これである。すまん。確かにこれは切ったねえ枕だわ。ぬいぐるみつながりだと。お猿のジョージ、ぬいぐるみ。あの、お猿でもジョージでもないんですけどこれは。そして、可愛らしいジェニーちゃん人形が。人類に牙を剥き、反落した女の子の人形を使ってなんてことしてんだと畜生。ちなみに、この反落のジェニーは、己の存在をかけ、戦いを挑むが、某有名人形に敗れましたとさ。現実に照らすとマジで笑えないっす、そのブラックジョーク。とまあ、意味のわからない商品を見てきたので。続いて、パッと見は普通編。確かに、普通に普通の iPhone の出品ですな。でも説明を見てみると。罰ゲームのため、10分出品します。買ったら丸します。売り切れました。そりゃそんな一文書いてや買うやつ出てくるだろうが。実はこれ、早く買ってもらうための巧妙なトラップかもしれない。販売額的に成功すると損するトラップ仕掛けてどうすんだ。他にも、これは、一見普通のペプシコーラに見えるけど、その正体は。ケイスケホンダから勝ち取ったペプシコーラ。じゃんけん勝っただけじゃん。じゃあ行くぞ。最初はグー、じゃん、けん、パー。今チョキを出した人、なんで負けたか明日まで考えといてください。多分誰もついていけてねえよ。それでは気を取り直して、コロナウイルス対策の、マスクをご紹介。これをつけたところで何を防げるって言うんだよ。でも俺がウイルスだったら、これつけてる人には侵入しないけどな。コロナがそれだけ単純ならもっと世界は平和だよ。あとは、この私んちの、グラグラゲームがある。何がすごいかって？元カノ思い出すので、売りに出します。って言ってるくせに、高額に設定してるところだ。買わせる気ないってことは未練残りまくりじゃねえか。ちなみにこいつヤフオクだと、この値段で売られてるんだぜ。バカばっかりじゃねえか。からの。2階の連をくぐるたびに、腹に一発、パンチされる機会。バカばっかりじゃねえか。とはいえ、これを1万5000円で買った人がいるわけだしな。この商品の使い心地より、なんで買ったかを聞きては。手な具合で以上。メルカリの面白い商品でした。買わずとも眺めるだけで面白いってすげえなメルカリ。そして、メルカリ名物といえば、値下げ交渉。失礼します。値下げとかって可能でしょうか？コメントありがとうございます。お気持ち程度ですが、2200円であれば可能です。ご検討のほど、よろしくお願いいたします。私のページなんですけども。ということもあるらしいし。メルカリってやっぱまだまだ無法地帯っすわ。他にも購入後の評価で。ハンバーガーは、マック派？というコメントとともに、低評価をつけてきたり。こいつバーガーキングの手先か何かなんじゃね？
ワンオクロックのライブ DVD を頼みました。が、開封したところ、仕事から射精まで管理しちゃう、すごいで女上司。という、卑猥なアダルトビデオでした。とても楽しみにしていたのに、最悪です。という理由で、低評価を押されることもある。これは低評価をされて叱るべき内容だろうが。まあたとえ、ごめん、メルカリの発想にはいけません。今、シンガポールにいます。この国を南北に縦断する地下鉄を私は作っています。本当は、あの頃が恋しいけれど、今はもう少しだけ知らないふりをします。私の作るこの地下鉄も、きっといつか、誰かの青春を乗せるから。といった変なメッセージが来ても、普通に対応すれば大丈夫だぞ。なんか草。じゃあまあ終わり。じゃあな。動画を見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価も喜んだぜ。